お前またサボり癖かよ。というわけで皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は北斗高校で、新しくね生まれ変わったつくもくんの力をお見せいたしましょう。高速レーザー持ちのちょっと外野手を作っていきたいと思います。完全にパワチャレ用なので、独身術を取るためにはるかちゃんを入れて、であと技術ポイントねちょっと稼ぎたいと思いますので、星空星光くんを入れてます。覚醒してますので、精神ボーナスは、今のところ7かなと。あと肩のね上限アップをしたいので、クロセイラー入れて、まあ、北斗高校なのでケンシロウ入れて、でまあ、北斗高校とね相性は良くないんだけど、佐伯さん入れてます。要は守備上限アップと肩上限アップ、これ両方つけての高速レーザー、レーザーじゃなくてレーザーに、独身術をつけたいという狙いになります。ね、普通の佐伯さんはね、あのシナリオ金徳と佐伯さんの金徳が丸かぶりしてるんで、まあ、本来ここはね、査定的なことを言うのであれば王子佐伯さんを入れると、まあ、かなりいい相性にはなると思います。まあ、ただ今回はね完全にパーチャレ用なんで、この編成でいきますと。でサボり癖があるんだけど、ちょっとケンシロウのコツがあるんで、ここは一回やります。やっぱり北斗高校はねアシストキャラ誰も入れないっていうのはちょっときついんで、ケンシロウ入れてます。てか俺北斗高校全然ガチャ引いてないんで、キャラを持ってないっす。つくも体力回復するんだ。どうしよう、一応見よう。肩サボる可能性があるからな、一応排除しとくか。筋力排除。佐伯さんは明鏡止水の方が多分経験点使うんで、まあ、明鏡止水を軽くするという意味で今回は明鏡止水でやっていきますか。でさすがにサボられると困るんで、通院一回で直しましょう。よし、さて、まあ、一番最初の時はもう星空星光くんタック組めるんだ。どうしようかな、ケンシロウやっぱりアシストをやってもらいたいよね。よし、本当に必殺アシスト役立つ。で、はるかちゃんさらわれるんで、ここははるかちゃん救出に行きましょう。あ、いた、救出しちゃえばもうめちゃくちゃ評価上がるんで気にせず OK。80とかね、お守り必要ないのか本当にいい。しかもはるかちゃんってもともと評価全然上がんないキャラじゃないですか。だからここで評価マックスになってくれるのはすげえいいし、評価が高いとね追加経験点ももらえるんで、あ、これ排除できんな。まあ、最初はやっちゃっていいでしょう、経験点も高いし。余ったキャラクターっていうか余った敵をまあ排除で倒すのが一番いいと思うんだよね。まあ、かといってどこもタックが組めないとちょっとそれはそれで経験点が伸びないと思うんで、まあ、なかなか難しいところではある。走塁敏捷は必要になるんでやろう。1人目のボスはね、あの大して強くないっていうか、もともと敵の人数が少ないんで、メンタルでじゃあ排除しますか。ちょっと怪我の関係上、前回めちゃくちゃ怪我したからね。じゃあはるかちゃん告白、早い、付き合います、任せてくれたまえ。あ、でこれは組めるからやるでしょう、もちろん。残り2人ってボス倒したら終わりそうだな。あ、そうだ、軽いコツはやっぱり潰しておかないといけなかったんだけど、水ってどっちがいいんだ、
分で話をつける。なんか上だと慎重打法になっちゃうんだよね。一発逆転。ちょっとコツを押さえに行きますか。固め1でいいでしょ。悪球意外性代打ヘッスラホーム突入、まあ、いつもの通りだけどムードホーム獅子プレッシャーランイブシギンワニとかで取りたい。ちょっと重いから盗塁アシストこんなもんか。一発逆転いや取っちゃおう。筋力は割と大丈夫なはず。結構ケンシロウが稼げるから決戦でいこう。あ待って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 。コツを見る。ケンシロウだったらやりたい。えどっちこれ。もともと倒せんな。まあいいややろう。ケンシロウからね送球骨が欲しいんでね。つくもくんがストスをくれる可能性があるんで、さすがに気が付きが育ってしまった。スト層を直撮りするのはかなり厳しいんで。でここだな。何もやることねえから決戦ぶっ倒す。 G 全然キャラ知らねえ。で経験点もらえてカバーヒッターもくれたのか。かなりいいな。あー遠慮しとこう。でコツ的にはまあ別にだな。つくもは高速レーザーくれるときに、なんだっけ、レーザービームのコツくれるん でデートは進めておこう。7月の4週までねこれあるからデートがちょっと進まなくなっちゃう可能性があるんで進められるときに進めておく。はるかちゃんは体力を回復しないときがあるんで、まあ、そこも気をつけてやっていきたいと。ケンシロウいるんでケンシロウでいこう。アシストプリーズ。よしでここは安定の業者さん。やる気がなさすぎる。トキか。トキもあれになるからね。走塁こう。全員排除で牛若で走塁ってか B ショップとめちゃくちゃ使うんで。あそう規模できた。1は置いておこう。クロセーラなるべく守備を上げておきたいよね。モテを盗め。今やる気がなさすぎるからな。洞察力を鍛えよう。で一応排除ができるか。つくも星空星光ケンシロウ経験的点的にちょっとそんなでもないからケンシロウでいこう。とにかくアシストが欲しい。よく来るな。あとやる気をちょっと元に戻したい。ケンシロウやる気効果があるんで。で余ったやつらはもうなんていうのあれとかで吹っ飛ばす。ちょっと敏捷ポイントがさすがに余りすぎてんな。 D まで上げとくか。守備上げとこう。精神力が足りねえな。69でここは打撃を全員吹っ飛ばすか。ラッキーセブン佐伯さん練習メニュー変えよう。明鏡止水。決戦はまだやらない。どっちがいいんだ。ユリアにしよう。ユリアもどういう人なのか全然わかんないから。ダヒダとかいらない。星空星光くんのコツか、まあ、そんなでもないかと。どうしようかな。残り8ターン。いやーちょっとデート進めとこう。ここはでここはもう完全に回復しないんでコツを取りに行く。で別行動だとパワーヒッターが手に入るんだけどちょっと真ん中にして体力は減っちゃうんだけど
ュービードこれを取りに行く。さて俺も身につけたい。金徳はまあ取りに行きましょう。結構不確定要素が多いんですけど、あ、メンタルがいるね。やろう、取れるから。で精神をゲット。コブ、守備職、一緒に遊ぶ。ウーロン茶飲む、ありがたい。で次回復はできるんで、ちょっと守備力 A にはしておこう。クロセーラのイベントのために。でどうなってんだ今、残り6ターンか。なんか厳しいな。勝ったでもやってみるか。で回復でしょ。これをうまく使って練習しつつ、肩が残るけど、あとは大将倒した時に排除する。さて、あ、2回目か。まだ本類生還、体力を回復したい。大吉出てくれ。よし大吉、経験点もよし。誰、つくもか、ほっとこう。ちょっと排除、全体排除を優先する。これ倒せっかな、楽観できない。どうなの、いまいちわかんないんだよ。楽観できないでね、負けたことはないけど。来た、いつも3。よし、守備力が上がってればね、結構牛若まで成功するとは思う、俺の体感的に。いいや、やっちゃおう。これよくわかんねえ。いけ、これでね、肩とどっかが吹っ飛ぶはず。肩と、あ、肩だけか。体力減るんだこれ。でちょっと経験っていうか、さすがに溢れそうなん でミートは多分ね、上限突破できないと思うんだよね。技術がね足りないと思う。結構技術使うんで。で、あー、守備も残っちゃってるのか。さすがにもう余裕がないからな。いけるところまず筋力、筋力排除して、で守備も排除したい。ここは出番、カロリーバー OK。 窮地、いや、やっぱりこの経験点がでかいんだよね。で3回目からがね、なかなか厳しいんだよね。やっぱりケンシロウ行け、ケンシロウ入れてるから。なんかある、チームプレイ。あ、メンタルがいける。ちょっと回復しつついきますか。だからデートを入れるとやっぱり一旦排除ができなくなるんで、そこがなかなか難しいところなんだよね。かといってデートが進まないと、さすがにそれは微妙すぎるんで。ケンシロウがいねえな。レイトキ、こいつにかけよう。一応入れてないキャラもアシストは発動するんで。危ね、サボり癖だけはやめてほしいよな。よろしく頼む。体力は減らしたくない。臨床か、牛若行くか。427100100とかね。守備移動を取ったとしても、要はもうこれで338使うってことでしょ。あとは守備移動をどれだけ減らすことができるかっていう世界だから、もういいや、取ろう。牛若自体が重すぎる、そもそも。ケンシロウがいるな、ちょっとやろう。アシスト来てくれ。お、いいね、アシスト来る確率がかなり高い。なんか来ない時全然来ないからね。で、トキもいる。
空と清水くん守備が全排除できるか。セイラさんメンタルはもうさすがにもったいない。筋力時が来るかもしれないということで筋力を排除しておくか。4番はもう取るか。じゃあ行こう行こう。いやこの回復は結構いい、まあ、複数回出てくるんで重くなっちゃうといえば重くなっちゃうけど4番じゃないけど4番取ろう。コブとかねほんといらないからな。ラッキーセブンも2だから取るでしょ。本霊性感まあ臨床あるからちょっと取っちゃおう。いぶしはあれ使うしな。守備職取ろう。こんなものかな。流し広角は1きつい。パワーヒッターアーチスト阿部早急1早急は3にしたい。佐伯さんケンシロウ排除優先だな。一番排除力の多いところ。残り8ターンでこの数かちょっとなんか無理くさい気がするけど肩はいいか。ちょっと守備技術欲しいから守備はやっぱり全排除しておこう。おお中央覚えた。ケンシロウって結構体力減るね。でちょっとデートしよう。3回目って回復したっけ。なんかあんまりどうだ回復しそうしない。はるかちゃんはここら辺が厳しい。で別のデータを洗い出して大番狂わせ。減ったまた体力減ったか。いいやこれ体力回復しちゃおう。もう3人倒す倒します。盗塁粘り寝れない。あこれ来てるな。残り5ターンちょっともう全排除は無理だな。で取れるものは取ります。粘り大番狂わせ。でまあそうだねやろう。結構体力減らされるな。今月で終わりか。いやこの2つは厳しいな。ケンシロウ味方につけてえけどな。ちょっとデートしちゃおう。4回目は回復するはず。回復してお願いします。回復しためっちゃ回復した。体力減るイベント多いな。でどうする。なんかもう倒せるんだったら倒したい。どちらに転んでもおかしくはない。マジか。もう少し排除しなきゃダメか。やってこの体力量どうだろうな。ケンシロウが味方にいないとちょっと厳しい。よし早急取った。いけよし。ストライク早急と高速レーザーで、レーザービームもかなりコツをつかんだと。でついでにさっき早急のコツをつかんでるんで、まあ、それでも重いけどね。それでも重いけど金徳2つでどうなのこれ。ああこれでもいけるんだ。じゃあやろう。さすがケンシロウだな。トクト残弾とか蹴って全然わかんねえ。え強えケンシロウ。これで倒せるのは強いね。影響止水で守備で残り。ギャー微妙に残ったな。これだったら回復させて次のあれに備えよう。えちょっと肩がしょぼすぎんだけど。あれ肩骨っていないか。で守備ももう自分で上げていかなきゃいけないんで
ここからじゃあお出かけしてデート終わらせちゃおう。乗ろう。失敗しやがった。独身術1か。しかも体力減らされたかな。レイ頼む、俺を助けてくれ。助けてくれる、悪くはない。交通ケンシロウがいるな。全部倒せんな。ケンシロウ俺を助けてくれ。アウトコース来ない。これは何、力でねじ伏せよう。あいけっけムード罰とかひどくない。もうあれができる。ちょっと待って、ムード罰はひどい。せっかくムード取ったのにムード罰になったっていうのがひどいな。どんな感じ、どうなので、打撃と守備はちょっと排除しておきたいんだよな。いや、やろう。結構経験点取れっから。あれは上の方が良かったんだね。これもよくわかんないから無視しとこう。これケンシロウがいるから、賛成するとなんか練習レベル上がるけど体力は減った気がするんだよな。佐伯さん、こっち、ケンシロウ、ケンシロウ欲しい。ケンシロウお前が欲しい。よし、アシスタントで打撃がなんとかなる。ここは打撃だな。でケンシロウはね、臨床ポイントくれんのもいいよね。2だ、倒れた。これさ、失敗するとさ結構でかいよね。あー、ありがたい。ちなみにこれセンス×も治るんで、センス×持ちであれにかけるのもありですよね。またメンタルか、めっちゃくれんな。やろう、スカウトさん強化とか16上がるからね。よし、片敵 OK、 速攻。かっこいい俺で、つくもと、つくもはるかちゃんもいるし、ちょっとここにしとかっていうか経験点カータ、あ、総力なしだ。総力はだからそんなに伸ばせないと思うんだよね。100くらい取っておいて補給に振る。 C パワー上げとこう。技術的にどうだろう。今回アシストがかなりうまくいってるからね。ハイボールヒッター、ラブパワー。残り20人、ここは残骸で倒そう。できれば行きたい。ラブパワー、愛の加護あり、輝かしい勝利が約束されている。愛の力、これラブパワーも発動するからね、援護的なやつが。恐怖の満塁男で筋力排除、レーサービーム、これいけっかな、排除できっかな。残りこことここでしょ、星空星みたい。やすとそう重っ。恐怖の満塁男まだ取っとくでしょ。ハイボールヒッターはちょっとで、高速レーザーはもう取っちゃおう。臨床ポイントだね。独身術取るか、結構重い。失敗したのが痛い。で走塁をじゃあやっておきます。ちょっと待ってね、星空星光くん、やっぱり経験点たっけえな、覚醒してるから。でもちょっとここはどっちがいい、どっちにしろ排除できるか。こっちにしよう。ラブパワーで体力の減りも少ないし、臨床技術70-70でかい。で突起、さすがにこれは負けられん。いくぜ。ホームラン2本打てなかったんだけど超悲しい。
ラブパワーが消えた。あ、これ来てるな。メンタルか。やろう、これメンタルで吹っ飛ばせる。吹っ飛ばせねえな。6人いる。でも大丈夫、まだまだ時間はある。で、いや、これはコツもあるし、星空星見くんで確実にやっておこう。技術接心が結構ある。あ、これミートもいけんじゃない。じゃあ確認いけるな。技術が技術がちょっと待って、ほぼなくなったな。どうする。ちょっと A で止めとこう。怖い。いや S で止めとくか。だってここ敏捷だからね。技術が手に入る。トキだっけこの人。お前のおかげだおっさん、ありがとう。140何言ってんの。言えた2だか。また精神的支柱。俺精神的支柱一回ムード×にさせられたかんな。ひどいよな。ストソを取ろう。筋直をちょっと抑えていきますか。じゃあ恐怖の満了とかだからまだ取らない。精神的支柱90。俺は何のためにさっきムードを取ったんだ。インコースアウトコース。じゃあインコースで、基礎能力的に総力 C は欲しいな。ちょっと待って、まず肩を102に持っていくのが大前提で、補給もなんとなく B 欲しい。やっぱり敏捷が足りねえわ。ケンシロウを入れて敏捷が足りないからね。まあ野手だからね、試合経験点も高いし、ケンシロウ45で借りてるんで試合経験点ボーナスがついてます。最後、もう来た。どこ。お、いいね、打撃。これは助かる。で守備か。いやー 1% いいね、やろう。星空星光くんタック性能が本当に強い。でサクッと。次はさすがに練習できないけどね。で大打撃取るか。取っておこう。で明鏡止水はまだ冷静が手に入るはずだからほっとく。筋力も若干か。パワーが B だからね。悪くない経験点だ。ちょっと次精神やらないと死んでしまう。おお来た。メンタルセイラさんありがとう。これでまた最後練習ができるよ。 敏捷150使うのか。 C にするまでにミートいけんな。これちょっとやろう。ミートも102に上げます。あとはちょっと試合経験点ボーナスと最後のエピローグにかけよう。いいね、100近く入る。最後打撃がある。佐伯さんオンリー。それかここ3人いるから経験点自体は底上げされてるね。コツもあるし、ちょっとここにしよう。よし練習。今となっては練習のポイントがかなり役立つ。倒す。パワーは持ってけないね。これはちょっと、まあ、300精神450だったら溢れることはないと思うけど、ちょっと補給だけ上げとくか。これであとはちょっとエピローグ経験点とかで揃えよう。なんか最後大して打てなかったな。まあ、優勝できたからいっか。2位はるかちゃん。ここはちょっとアビデジヒッターのコツが1あるんでバットにして、コツ3で佐伯さん満塁と冷静。
まあ、北斗高校はね単純でやりやすいはやりやすいよね。ただちょっと北斗キャラがいないと結構厳しいと思うんで、まあでも今回はねアシストがかなり良かったと思う。それで経験点は伸びましたけど、いつもやってるとここまで伸びないからね。で、迷宮止水取って、で、あとは満塁、どこだ、満塁男取って、敏捷が意外にあるね。 C、 A、 B くらいにはしたいけど、ちょっとただ取れたものはコツ回収していきたい。打開結構使う。窮地上り調子速攻、ラッキー、いぶし、くらい流し打ち、広角は欲しい。で、阿部飛せっかく取ったんだからもらっとく。で、どうしようかな、走力 B だな、ギリギリで。技術精神を使うやつ、チャンス、技術だけちょっと余っちゃった。あれ、チャンスって20丸ん、チャンス丸にすればいいんだよね。じゃあ技術だけちょっと余っちゃった感があるけど、まあいっか、しょうがない。今回技術は結構意識して入れたんで。なんかある？技術さばくやつ、ポーカーフェイス、バント封じという感じですね。レーザー、高速レーザーを覚えたんで、じゃあレーザー君にしよう。じゃあレーザーのミート肩守備君ですね。まあそういうわけで、肩102、守備102でストライク送球があって、高速レーザー持ちで、走力も B まで上げたんで牛若も結構活かせると。で、独身術持ちの完全パワチャレ用選手ですね。だからあの両打ちになってます。右でも左でもいける、パワチャレのイベントが来ても大丈夫という選手に完成しました。まあ、北斗高校はね、まあ、単純で、まあ、やってては楽しいですよね、あの吹っ飛ばせれば。で、俺北斗キャラもう全く持ってないんで、全くガチャ引いてなかったんで、まあ、ケンシロウとかね自前で持ってればもう1キャラくらい借りて、2キャラ入れるとね多分だいぶ楽になると思いますんで、まあでもケンシロウ借りるだけでもここら辺の選手は作れるようになりますんで、まあ、北斗高校は結構面白い高校だと思います。まあそんなわけで今回はね新しく目覚めました新生つくもくん、金徳が2つ取れますというところで、終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。